はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今週もお疲れ様でございました。1週間経つってさ、早いよね。で、今週はね、あったかかったね。あったかいっていうかさ、車の中はね、もう暑すぎた。で、今日はね、金曜日だったんだけど、ちょこっとデスクワークして、もうあとはね、ちょこっと出て夕方帰ってきて、あの NASA のさ、ロケットの打ち上げのライブを見てた。星出さんだったかな、3回目の宇宙だってね。最初はアメリカのさ、スペースシャトルで飛んで、それからロシアのソユーズだったかなで飛んで、今回さ、なんだあれは、クルードラゴンっていうさ、ロケットで国際宇宙ステーションにね、向けて飛び立ったんだけど、すごいよね、しかしね、あのクルードラゴンってね、あの1段目のさ、ロケットっていうのは切り離されてずっとこう地球に落ちてくるんだけど、ドローンみたいにね、戦場の回収船にこう降りてくるんだよね。感動するよね。もうドローンみたいにさ、帰ってくるんでさ、以前もね、YouTube でその帰ってくるとこをさ、見たことあるんだけど、へえ、ロケットもね、もうこういう時代になったのかって思ったよね。まあね、だけどすごいよね、宇宙にさ3回も行けるってすごいよね。じっちゃんなんかもうね、車に乗ってさ、その辺りをね、うろうろするかさ、まあせいぜい行って海外旅行に行くぐらいのもんでさ、そんな宇宙なんてさ、考えられないよね。まあじっちゃんが生きてる間に行けるようになるのかな、わかんないけどね。まあでもね、一回さ、宇宙からこう地球をね、こう見下ろしてみたいよね。まあそのうちさ、まあじっちゃんももうこの年なんでさ、あの世がこう宇宙の果てぐらいにあるんであればさ、行けるかもしれない。まあ天国がね、宇宙の果てにあればね。まあ、天国に行けるとは限らないけどね、地獄かもしれないしさ、鬼に追っかけられる、ね、地獄かもしれないよね。そんなのはどうでもいいんだけどさ、まあね、あの今週もさ、こういろんな指数 PMI とかさ、経済指数なんかが出たんだけど、日本はさ、世界経済から置いてけぼりみたいなさ感じでね、日本の指数だけ悪いんだよね。どうなんだろうね。まあとある説ではさ、80年周期でこう変わっていくとか言うよね。って言うよね、じゃなくて、なんかそういうの、ね、YouTube で見たことあるんだよね。だから次はね、2025年あたりがやばいってね。で、まあそれの序章なのかな、今はね。だから2025年ぐらいにさ、世界の経済破綻が起きるみたいなね、アメリカやらさ、ヨーロッパやらさ、日本やらね、経済破綻が起きると。まあこんだけね、コロナでさ、お金すりまくったりとかね、日本でもさ、外債をいっぱいね、特にアメリカのさ、外債を買ってるわけだよ。だアメリカが破綻したらさ、日本はとんでもないね、影響を受けるよね。いっぱい買ってるからね。だから世界中が破綻してしまうとさ、まあそっからね、どこがさ、こう胃の一番にね、回復するかっていうね、競争になってくるんだろうけどね。その胃の一番にやっぱりさ、経済をこう立て直した国がさ、下手したらね、世界を牛耳ってしまうかもしれないよね。こんだけさ、世界中がね、借金を作ってるわけだよ。日本なんてもとんでもない金額だよね。まあただ日本の場合はさ、その国債をね、外国に売ってる率っていうのは少ないんで、自分とこの国債の借金でね、破綻するっていうことはそうは考えられないんだけど、だけどそのね、世界的にさ、
アメリカだとかヨーロッパだとかね、こう破綻していくと日本もね、そうなっちゃうよね。外債買ってるからね、いろんな外債買ったりとかさしてるんで、もうそうなったらさ、出飲みとかさ、もうね、超ハイパーインフレとかさなったりとかしてね、まあね、日本もこう出飲みやっちゃうとさね、ある程度日本のね借金もチャラじゃないんだけどね、縮小できるんだろうけども、日本もだけどね、戦後やったからね、それはね、実際日本も戦後やったことがあるからさ、可能性がないとは限らないわけだよね。おまけにさ、アメリカのバイデンが今ね、増税増税って言ってるわけだよ。特に富裕層をターゲットにさ、増税するとかね言ってるわけだよね。だけどさ、世界の経済ってある程度そういう富裕層がね回してる部分っていうのは大きいんだよね。だから富裕層がさ、いくら金ね持ってるって言ってもさ、そういうとこに大きなね税金をさかけると、今バイデンが言ってるのはなんかね、そういう投資とかさ、そういうお金にさ税金をかけるみたいなことをさ言ってるんだけど、だけどそれがさ可決してしまうと大変なことになると思うんだよね。多分そういうことがさ通っちゃうと世界の株価はね暴落するだろうね。まあその前にさ暴落するんやだろうけどさ、結局キャピタルゲイン課税でも倍ぐらいねにするとか言うんで、たらまあ極端なことは来年からねその課税を始めるって言ったらさ、今年中にさもう売っ払えっていうことになっちゃうからね。そうなるとね、こういう時期にさそういうことが起きて、まあ多分株価は大暴落するだろうしね。おまけにそのね仮想通貨でもさ、増税をめぐる件でさ今すごいことになってるわけだよ。ビットコインとかね、結局売り浴びせられるっていうかさ、もう本当もう大暴落だよね。まあビットコインだけじゃないわけだよ、それと一緒で他の仮想通貨もさ今大暴落を起こしてる。でその次はやっぱり株なのかなとかね思ってさ、まあそういう悪いことばっかりは続かないんだろうけど、でもさこういう時期にね、今コロナで世界中大変なわけで、大変なわけで、国いろんな国もさ結局お金をねばらまいたりしてさ、国家財政がね大変な国もいっぱいあるわけだよね。まあそれでさ、その株の暴落とかさそういうのが起きてしまうとさ、下手したらさ国家破綻を起こす国も出てくると思うんだよね。もうそうなったらさ、もう悪いことが立て続けに起きてね、本当世界経済が破綻してしまうっていうようなね、まあ極論だけどね、実は思うんだよね。だからこういう時期にさあまりそういうことをね言ってほしくないなっていうね、まあ個人的なねじっちゃんの思いなんだけどね。まあどこの国もさお金足りないから税収がねどんどん落ちてるわけだからね、もうこんだけさ経済が回らなくなってくるとね、特に日本はひどいよね、やっぱりね。日本だけがひどいよね。先進国の中では本当日本だけがひどいからさ、もうちょっとね、なんとかならないのかな。頑張れ日本だよね。それこそね、頑張れ日本。もう国民総出でね、その戦後じゃないけどさ、なんとか国をね、再建したいよね。まあね、そういうことでさ、こういろいろ考えてしまうわけだよ。だけどさ、そういう悪いことばっかり考えてたってさ、ね、人生楽しくないからね。こういろんなことがあるわけだよ。こう長いこと生きてたらね、いろんなことがある。でいろんなリスクがあるからさ、そのリスクヘッジをさどう取るかっていうことだよね。だから世界中のお金がもうね紙くず同然になるんであればさ、今のうちに
金を買っとこうっていうことになるわけで、今金も下がってるから、だいぶ上がってきたのかな。金も一時期相当ね下がってたからね、今金買っとくといいかもしれないよね。お金をねいくら持っててもさ、そういうことになっちゃうともうどうしようもないよね。まあね、そういうさ暗い話ばっかりさしてたってしょうがないんだけどね。まあだから、株の話とかが出たんでさ、ついでに話しちゃうけど、証券会社、特にっていうか SBI 証券が手数料を無料にするとかね。で2022年だったかな、その今ね、いろんな各社さ、50万まではね、1日50万までの取引だったら手数料は無料ですよとか、 SBI100 万だったかな、それぐらいまでね、100万までだったら手数料は無料ですよっていうね、非常にこれはいい制度だと思うんだよね。制度っていうかさ、まあその会社のやり方なんだろうけど、それをねもう一切その株の売買に関しては手数料を取らないみたいなね、2022年までにだったかな、言ってるんだけど、何の根幹があるんだろうね。だって証券会社のさ収入って言ったらその株の売買手数料だよね。それと信用取引のね、貸し株だとかさ、そういうお金貸した時のその手数料だとかさ、あと自社でさ売買をしてね利益を出すっていうさ、その3つが大きな柱になってると思うんだよ。まああとさ、コンサル手数料だとかね、委託手数料だとかっていうのもあるんだけどね、その大体ね大きな部類の3つの大きな部類の1つのさ手数料をね無料にするって言ったら、やっていけないさ証券会社も出てくるんだろうね。もう証券業務しかやってないっていうような会社はさ、やっていけなくなっちゃうよね。まあ、SBI なんかさ、いろんな業務をやってるわけだよね。保険をやったりとかさ、銀行業務もやってるのかな。もういろんなことやってるんで、いろんなこのあれで稼げばね、いろんなそういうさ仕事で稼げばいいんだろうけど、証券業務しかやってない証券会社っていうのはさ大変だよね。で、何の根幹があるんだろうね。それはね、なんか根幹がないとそういうことやらないと思うんだけどね。その収益のさ一つの柱になってるやつをさね、なくすっていうんだから。だからコンサルにね力を入れて、コンサル料をさ、こう収益をこう増やすとかさ、あとね信用取引にさ自分とこの顧客をさ引っ張り込むとかさ、そういうなんか根幹がないとさ、手数料廃止なんてさできないと思うんだよね。でもコンサルティングまで、まあ受ける人は受けるんだろうけどね、株の売買でさ受ける人は受けるだろうけど、ただね信用取引はさ一般のさ人は手を出しにくいっていうのがあるんだよね。まあね、普通のその取引の時はいいと思うんだけどさ、まあ今まででもさリーマンショックだとかね、ああいう時に急激に株が価がさ下がった時にね、もうどうしようもないお衣装でね、一般の人が今までも本当ねとんでもない借金を背負ってしまったとかっていう人がいっぱいいるからね。だからじっちゃんはね信用取引とかはさやってないんだけど、そういうのを考えるとさ怖いよね。まあできたら今のままのねやり方でやってもらいたいなっていうのはあるんだけどね、じっちゃんはね。そのバイデンのその増税にしてもさ、そういう SBI の手数料をもう廃止するとかさ、まあどっちかって言ったらね富裕層向けになるのかな。もうじっちゃんみたいなさ本当にね少額でさやってるさ人間にはね関係ないって言えば関係ないんだけど、実際そうなるとね関係が出てくるんだよね。やっぱりね難しいよね。まあね宇宙もさ一回ぐらい行ってみたいんだけどね、じっちゃんもね。あ、それとね
お姉ちゃんにさ、T シャツもらった。お姉ちゃんっていうかね、友達のさ、娘さんなんだけど、これもそうなんだけどさ、生地がね、生地が分厚くていいよね。じっちゃんはさ、この T シャツとかさ、着てるのはほとんどね、ぶら下がりのさ、1枚何百円っていうやつしか着ないんだよ。着るもんにはね、ずっとじっちゃんはね、全然興味も湧かないっていうかね、着れればいいっていう感じなんだよ。で、この前、その友達のさ、娘さんに、アップルウォッチあげたんだよ。そのお礼にね、T シャツをもらった3枚。こういうやつ。こういうやつと、こういうやつ。ねえ、もうこんなことしなくていいのにさ。こんなことしなくていいのにね。じっちゃんが使わないのをさ、あげただけの話なんだけどね。まあだけど、まあね、せっかくだからね、ありがたくいただいてさ、じっちゃんに似合うかどうかわかんないけど、1枚は着てるけどさ、似合ってるのかな、こんなのが。高いやつはじっちゃんには似合わないよ。もう安いね、ぶら下がりの1枚何百円かぐらいがね、一番合うんだよね、じっちゃんにはね。で、じっちゃんさん、なんかな、結構ね、夏物はさ、秋に買ったりとかね、冬物は春に買ったりとかね、結構するんだよ。めちゃくちゃ安くなるからさ、そういう時に何枚もね、買っとくんだよね。そういう買い方するんで、そのね、自分に似合うとか似合わないとかさ、そういうこと考えないんだよね、じっちゃんはね。ただ着れればいいやって思ってね、買ってるんで。あ、破けた。袋が破けちゃった。こういうのをね、もらってね、ありがたいよね。ありがたいよ。大事に使わせてもらおう。今からね、暑い夏が来るんでさ、もう暑い夏が来るんでってさ、もう暑いからさ、じっちゃんもう何日か、今週から半袖をね着てるんだけどね。まあね、世界も変わっていくわけで、変化していくわけだよね。世界もね、どん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 未来に向かってさ、変化はしていくんだけど、変な風に変化はしてもらいたくないよね。もうじっちゃんなんかさ、この年になるとさ、余生をね、穏やか過ごしたい。それだけなんだよ。それだけ。もうね、穏やかにさ、笑って過ごせたらいいよね、と思う。はい、ということでね、せっかくもらったからさ、一応紹介しとこうかなって思ったんだけど、なんかね、変なことまで喋ってしまったかな。今週もね、本当早いよ。本当1週間が早い。もう明日はね、土曜日。明日はさ、ドローンをね、友達のとこまでさ、届けないといけない。まあね、ビデオはね、多分撮れないと思う。その人さ、土曜日にね、アルバイトしてるんだよ。で、そのお店にさ、届けに行くんで、多分ビデオは回せないかな。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ゆっくり楽しいって言ったらね、自粛しないといけないんだろうけどさ、自分の勉強なり、まあやりたいこととかね、楽しいこととかさ、まあね、家族で一緒に過ごすとか、彼氏彼女と過ごすとかね、楽しい週末をお過ごしください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。